1日の午後3時の予定でございますけれども、成田にお着きになりましたらまたご連絡いたします。お願いします。これ奥様に頂戴した。あら、とっても気に入ってます。小塚さんは何度も持ってらっしゃるから、いつも何にしようかなって迷ってしまうの。毎年お心遣いいただきまして、どうも恐縮しております。使っていただけてよかった。ありがとうございます。奥様。はい。社長のご様子、近頃何かお変わりになったところございませんでしょうか。変わったことって？あ、いえ、このところ社長ご自分のお車をお使いになる時間が多くなったって運転手の松井が申しておりますもんで、こんなこと本当は奥様に申し上げてはいけないのかもしれませんけれど、私奥様のお心遣いに何にもお返しすることができませんもので、では失礼いたします。じゃあお願いいたします。どこに行ってたんだ。仕事よ。仕事？何の仕事だ。クラブ会頭に勤めてるわけじゃないから安心して。どうしてそんなところに勤めるんだ。何にもしないであなたがここに来るのを待ってるっていうの。君はそんな商売の似合う女じゃない。社長夫人なら似合う。なりたいのか、社長夫人に。君がなりたいって言うならそうしてもいい。君がなりたいって言うならそうしてもいい。本当にそうしてもいいんだ。無理しなくてもいいだよ。無理してるんじゃない。男の人が本気でそう言ってるのかどうか私には分かるの。ただ単に相手を喜ばせるためだけに使う言葉、心にもない言葉、嫌になるくらい聞いてきたわ。前の男からか。そうよ、無理してここに来なくていいわ。私はだんだん嫌な女になってくんだから。自分でそう分かっててもだんだんそうなってくんだから。相手に愛想につかされるまで私はそういうふうにしたくなるんだからさ。よせよ、もうよせ。自分の宿命だと思ってた。でも俺のおふくろは怪盗家とは別のところにいた。俺には怪盗家を継ぐ必要なんか何にもなかったんだ。屈辱に耐えたり人を傷つけたり人に頭を下げて回ったり、そんなことをする必要は何にもなかったんだ。俺が今まで生きてきた人生は一体何だったんだ。何だったんだ。
ずいぶん乱暴なのね今夜は。え？乱暴にされると悲しくなっちゃう。すまない。わざと言ってあげたの。奥様の居所分かったの？ああ、会いに行ってあげた。いいや。なぜ？私に遠慮することなんてないのよ。奥様がいなくなったってその後釜に座ろうなんて思ってないから。そんなことしたって傷つくだけだから。傷ついたのか、前の男の時に。誰にも愛されたことがなかった。父にも母にも妹にも。そして妻にも。私があなたを愛してあげたい。でもあなたが愛してほしいと思ってる人は私じゃないわ。どうしたの？いや、お仕事のこと？ああ。私ね、あなたと別れてもまた妻子のある人を好きになるかもしれない。人間って同じことを繰り返して生きていくんですって。本に書いてあったの。まるでループみたいにかな。別れたいのか？あなたの心の中には私の入っていく隙なんてないもの。前にはちゃんとあなたの心の中にいたことがあるのよ。隅っこの方だけど。私のこと嫌になってるでしょ。来ないとすぐに電話をかけてくるし、嫌な女だって思ってるでしょ。こうして会っていても男の人の気持ちがどんどん冷めていくのが私には分かるの。気持ちの全然ない冷たい指で体を撫でられてるとゾクゾクしちゃう。悪ぶんのよせよ。君は自分で言うほど悪い女じゃないよ。あなたは私のことを軽く見てるのよ。口ではいろいろ言うけど大した女じゃないって。そんなことはない。俺はもし君がそうしたいって言うなら結婚してもいい、そう言ったはずだ。私がそうしたいって言うならあなたはそうしたくないの。私が欲しいものはそんなんじゃないわ。何が欲しいんだ？私が欲しいのはあなたの心よ。最初に会った時言ったでしょ。自分は心をくれないくせに私だけが心を要求されるのは嫌だって。
私はあなたに心をあげたのよ。何もかもあげたのよ。よそ、よそも。借入金をしたら金利で日本コア開発は押しつぶされます。世界中のホテルが稼働すればそのぐらいの金払え。全てのホテルが順調に稼働するという保証はどこにもありません。稼働しないという保証もない。なぜそんな一か八かの危ない賭けをなさろうとするんですか。チャンスだからだ。今が奥様が出て行かれたからですか。何、それともあの若い女に男らしいいいところを見せようとなさってらっしゃるんですか。何を言うんだ君は。社長の地位が危なくなります。だから申し上げてるんです。君が口を出すことじゃない。重役たちの動きをご存じないんですか社長。分かってる。そんなことは。何ができる。あんな奴らに。この間ここで高行と会った。そう、子供の頃に二人でお前をよく探したって話をしたよ。俺は見つけるのが下手でいつも高行に先越された。高行のところ行ってやれ。お前だってそのつもりで帰ってきたんだろう。俺に遠慮することはない。もしもし。そうだ、そうか、入れてやってくれ。英子っていう女が来る。飯を食わせることになってるんだ。ここで俺は大丈夫だ。お前がいなくてもちゃんとやっていける。俺は昔の俺とは違う。失礼します。いいんだよ、時間つぶしにちょっと一杯やってただけだ。座れよ、食事をしよう。なぜ私を呼んだの。奥様と会うのが分かっていて。ちゃんと答えて。あいつに踏ん切りをつけさせてやりたかった。迷ってんだよあいつも。
奥様を愛してるのね。私は弾み車なの、奥様のために。下ろして、止めて。もう私のところへは来ないで。私は男の人を好きになるとそれだけでいっぱいになってしまうの。バカだって言われても自分でもどうしようもなくなってしまう。一生懸命になってしまって、相手の人にもそうしてほしくない。あなたを愛してたのよ。悪いが、君とよりを戻す気は今の俺にはない。奥様とよりが戻ったの？いや、あれは高行のところに行ったよ。俺にはしなければならないことがある。今までの人生を無駄にしないためにしなければならないことがある。すまないが、俺から離れていてほしい。あなたとよりを戻したくて会いに来たわけじゃないわ。あなたがどうしてるか見たかっただけ。私も男と一緒にいるの。妻子ある男なのか。またあなたとはもう関係のないことね。私のことを覚えてますか？何かご用？あなたはどうしてこんなところにいるの？私がどんなに辛い思いをして海藤さんと別れたか、あなたには分かってるんですか？私はあなたのために海藤さんと別れたんです。あなたがいることで私は海藤さんと別れたんです。それなのになぜあなたはこんな他の男のところになんかいるんですか？海藤さんがどんなにあなたのことを思ってるか、あなたには分からないの？